虫剤が効かんゴキブリが増えてきてる。それでは行ってみよう。ゴキブリの殺虫剤にはいろんなものが出てるよの。こちら置き型タイプ、噴射タイプ、こんな連射タイプまで。しかしこんなにいろんなタイプ出てることに疑問持ちませんか？これはゴキブリの耐性力がヤバすぎてできてることやって、作っても作っても効かんゴキブリが増えてるんやって。ゾッとしますか？研修したら殺虫剤に対する耐性が遺伝してることが分かって、1世帯で4から6倍にも上がるってことが分かったんです。いやいや、殺虫剤が効かないなんてどうするんですかって思っているそこのあなた、大丈夫です。希望は持ちましょう。食器用洗剤、こちらが使えます。あー、こんなもん使えるはずないやん。皿洗うもんやげ。いえいえ、これを振りかけると大体コロリなんです。ゴキブリの胸と腹の横には鬼門という穴があって、そこから空気を取り込んでるんです。ほやからこの食器用洗剤かけると、その鬼門が塞がって窒息してしまうっていう現象が起こるんですね。これに対しては体の問題などでなかなか耐性がつかないゴキさん、参りました。ということで、この夏ゴキさんが現れたら食器用洗剤ぜひ使ってみての。ちなみに小林には消臭スプレーが合うらしいよ。